こちらは、ゆうやんさんからいただきました。ゆうやんさん、ありがとうございます。そのゆうやん。来たー！ゆるー！こいつ。小野さん、寺島さん、はじめまして、こんにちは。はじめまして。ゆうやんです。ほう？ラジオ聞きました。本当に？そして、アニメも見ました！さすが。ありがとう。今のは俺。黒羊が帰ってきたーってなりました。そこだったの、作中で、宮野さんがマモ弁を炸裂させていますが。マモ弁なのあれ。マモ弁って僕が名付けちゃったんで。ジョーカー弁じゃないんだ。ジョーカー弁だけどね。マモ弁、ね、まあ。ジョーカー弁イコールマモ弁ですよ、はいはいはい。お二人は好きな方言はありますか？教えてほしいです。ちなみに私は土佐弁と広島弁が好きです。マモ弁ちゃうんかい。そこはマモ弁って言ってあげて。マモ弁は、もちろん好きですけれどもって、もう前提ですよ。前提でね。そんなの。土佐弁とかって、だって小野さん。土佐弁はもう、ほぼ、自分家じゃないですか。うん。うん、だから、あれですよ。あの、寺島くんのことを呼ぶときは、うん、あの、おまんって言いますよ。あ、うん。ちょっと、もう今日、飯食うたかい？おぉ、あ、これで今燃えてる。女の子たちがいっぱいいるわけですよ。みたいな感じ。なんか、どっちかっていうと、だから、フランクに俺喋り出すと、うんうん、こんな感じになっちゃう。こんな感じなんだ、ナチュラルな土佐弁って。ナチュラルな土佐弁。あ、でもね、土佐弁、広島弁でしょ。え、寺島くんは？僕、石川県なんで、一応、石川県も方言はあるんですけど。石川弁。代表的なのは？こういう、石川県、そうのと。そう、のとさんに言いつけますからね。それだけは。それだけは。それだけは勘弁してくれ。それだけは。弱点をまた一つ見つけたぞ。なんか嫌だね。なんかちょっとドキドキするね。そうですね、うん。嫌われたくないもんだって。なまりよりは、そうですね。お前だらんないがや。だらんないがや。はい。これはどういう意味でしょうか。お前バカじゃねえのっていう。え？こんなん。なんで俺に言ったの今。よっしゃー。しばくぞ。しばくぞ。お前、許さんぜよ。ああ、それよく聞いたことあるやつ、有名なやつ。あ、ヨーヨーだ。何の因果か、マップの手先。めっちゃ覚えてる。あくまで、デカですから。違う、羊。そう、ダラって言うんですよ。ダラーって言うんだ。バカとか。あと、東京の人は、なんか、アホって言われると、あってなって、うん、関西の人はバカって言われると、あってなるって、うん、その土地の言葉の方がやっぱ馴染みがあるじゃないですか。うん、あ、なんか僕らはダラって言われると、全然悪い気はしないっていう。うん、悪い気はしないんだ。そうそうそう。だら。まあ、バカじゃねえのみたいなテンションですね。だから、どっちかっていうと。そっちなんだね。いい意味だ。まあまあ、そう、いい意味もある。まあまあ、もちろん悪い意味でも使おうとも使えますけど、馴染みがあるんで、だら。だらしまだ。だら、なんだと。それは怒る。悪い気はしないけど、怒るぞ。どっちなんだ。どっちなんだ。中間にいるっていうね。はい、何好きな方言？好きな方言。好きな方言はもうあれですよ。あの、京都弁ですよ。出た、京都弁。うん。だから、マモ弁っていうか、ジョーカーのセリフ聞いてると、なんか気持ちいいんだよね、あれね。あ、うん、なるほど。Ladies and gentlemen! お嬢さんと旦那さん、おいでやし。好き。あれいいよね。いいですね。多分京都の人は聞くと違うんだろうけど、それはそれで。でも京都弁じゃないからね。そう、あれはマモ弁ですからね、うんうん。あれはいいんですよ。僕はね、うん、僕はね、アニメとかに出てくる嘘みたいな外国語なまり。うん、ああ。まあ、あれも方言っちゃ方言っていうか、アニメならではのもの。そう、国を超えた方言。ああ。え？なんかさ、そのアメリカとかの、これがアメリカ人だっていう間違った展開のやつとか。とか好きですよ。それも人によってあるよね。そうなんですよ。なんか表現の仕方が。